皆さんおはようございます。内閣総理大臣の、岸田文雄です。本日は G7 広島サミット感謝状贈呈式にお集まりいただきました。心から感謝を申し上げます。そしてまず冒頭、今大雨、の心配が全国で、あり、この、広島においてもそれぞれ対応していただいております。まず被害に遭われた皆様方にお見舞いを申し上げ、自治体におかれましては 人命最優先で、しっかりと対応をお願いしたいと思いますし、政府としましてもそうした対応をしっかりとバックアップさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。そしてその上で、去る5月19日から3日間にわたり、ここ広島で開催された G7 サミットにおきましては、官民一体となった県民会議の皆様、また各行事の開催場所となった地域の皆様方に一方ならぬご協力を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。サミット開催直前、その1週間ほど前でありますが、私はこの会場等の視察に一度広島に入らせていただきました。その、広島訪問時において、私は今回のサミットがまさに歴史に残る重要なサミットになるという予感、あるいはぜひ成功させたいという強い覚悟を申し上げました。こうした予感や覚悟はサミット本番の3日間でまさに現実のものになったと確信をしているところであります。平和記念公園での出迎えですとか、平和記念資料館の視察等を通じて、平和国家日本の意欲と覚悟を全世界に発信をし、また各国首脳との議論を通じて、G7 の存在意義を大いに発揮をし、グローバルサウスとの関与、またウクライナとの連帯に加え、国際社会の在り方そのものに向けての根本的なメッセージを発することができました。すなわち国際秩序は力ではなくして国際法、国連憲章や条約といった法に基づいてしっかりと国際秩序は維持されなければならない、こういったことにおいて G7 のみならず招待国をはじめ、ご参加いただいた多くの国々に、この同意をしていただき、そして一致することができた、こうしたこの歴史的なサミットであったと振り返っています。こうしてここ広島の地が世界各国、世界中の人たちにその存在感を改めて強く印象づける機会となりました。サミットにおいてはこうした議論のみならず、加えて各国のリーダーに、日本三景の一つである宮島の美しい自然を体感いただく、あるいは世界文化遺産の厳島神社を訪問していただく、等と広島のそして日本のこの魅力を世界に発信する、有意義な機会となったと、振り返っております。こうした、大きな成果に向けた、この成果を挙げた、今回のサミットでありますが、広島県、広島市、さらには県民会議の皆様、宿泊業界、交通運輸警備業界の皆様、
またそれを下支えする電気やガスなどインフラ関係者の皆様、さらには医療衛生関連の皆様方、またボランティアの学生さんを派遣していただいた教育機関の皆様など、さまざまな関係者の皆様方のご協力があって初めて可能になったものであると思っております。さらに元宇品地区や宮島を中心とする各地域の住民の皆様におかれましては、会期中の交通規制へのご協力や各国首脳への温かいおもてなしなど、献身的なご支援とご理解をいただきました。改めて皆様方に深く感謝を申し上げる次第でありますし、また今日はこうして私から感謝を申し上げさせていただく機会を持っていただきましたことに心から厚く御礼を申し上げます。本日お集まりの皆様方に感謝を申し上げるとともに、それぞれますますご健勝でご発展されますことを心からお祈り申し上げて、私の感謝のご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。岸田総理どうもありがとうございました。ご講談ください。感謝状、広島サミット県民会議と G7 広島サミットの開催に際し、皆様には円滑な運営への全面的な協力に加え、温かいおもてなしの心を持って各国代表団を歓迎いただき、有意義な成果を伴うサミットの開催に多大な貢献をいただきました。ここに深く感謝の意を表します。令和5年7月9日、内閣総理大臣岸田文雄、誠にありがとうございました。池田海蔵どうもありがとうございました。感謝状、元宇品町内会殿、G7 広島サミットの開催に際し、皆様には円滑な運営への全面的な協力に加え、温かいおもてなしの心を持って各国代表団を歓迎いただき、有意義な成果を伴うサミットの開催に多大な貢献をいただきました。ここに深く感謝の意を表します。令和5年7月9日、内閣総理大臣岸田文雄、どうもありがとうございました。感謝状、宇品西地区社会福祉協議会殿、以下同文であります。ありがとうございました。感謝状、宇品東社会福祉協議会殿、以下同文です。ありがとうございました。感謝状、宮島町総代会殿、以下同文であります。誠にありがとうございました。よろしいでしょうか、皆さん。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、改めてこんにちは。内閣総理大臣の岸田文雄です。今日は、G7 サミットの次世代参加者の皆さんとの懇談の場に、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。
G7、 5月の G7 広島サミットでは、若い世代の皆様を中心に多くの方々に、この世界中からお集まりいただいたこの首脳や訪問者の皆さんの出迎えやおもてなしをしていただきました。ご協力誠にありがとうございました。このサミットでは、この G7 の各国や招待国のリーダーや、そのパートナーが平和公園や平和記念資料館を訪れました。大国が核兵器による威嚇によって他国を侵略しようとしている、こうした国際情勢の中にあって、平和を象徴する広島でサミットを開催し、各国のリーダーとともに平和の誓いを確認する、こうした私たちの願いは、このサミットの3日間で大きな成果として結実することができたと思っています。また今回のサミットでは、各国のリーダーに宮島やこの厳島神社などを訪問してもらい、地域のこの美味しい食材を使った食事など、広島をはじめ日本の素晴らしい伝統や文化に触れていただきました。この世界中のテレビや新聞、あるいはインターネットを通じて、広島、そして日本の魅力を世界の多くの人々に知ってもらう、大変有意義な機会になったとも思っています。こうした大きな成果につながったのもひとえに、今日お集まりの皆さんをはじめ、若い世代やこの各ボランティアの方々に献身的に貢献していただいた、そのことによって実現できたと改めて感謝を申し上げます。平和記念公園での献花などへの協力、各国の報道機関の方々へのおもてなし、また代表団の方々へのこの食事のレシピの提案など、多くの局面で皆さんにご協力いただいたと承知をしています。本日はこうした皆様のご協力に改めて感謝を申し上げるとともに、ぜひ皆さん一人一人のこの貴重な体験をお聞かせいただきますことを楽しみにしてまいりました。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、広島大学大学院人間社会科学研究科修士課程2年の神田美鈴と申します。私は高校2年生の時に、この広島県のプログラムであるグローバル未来塾院広島の1期生として、この広島で学びました。でそこから自身の目指すグローバル人材とは一体どのようなものなのかということを今まで問い続けてきたわけですが、大学に入ってからもさまざまな国際会議に参加したりですとか、いろいろなプログラムに参加し、また学業と並行しながら、この広島という土地の特性を生かしながら、次世代の自分より少し若い子どもたちが、社会の問題に関心を持つきっかけ作りを目標とした学生団体の運営を行ってきました。でこれまでこんにちは。広島市立船入高等学校国際コミュニケーションコース3年の荒堀夢と申します。私は G7 広島サミットで首脳方が平和記念公園へ訪れた際、被爆桜の植樹介在人として岸田総理へのスコップの受け渡しを担当させていただきました。新徳女子高等学校国際食育デザイン科2年の峠千佳子です。私は広島県産の魚介を使った料理を考えました。私が作ったレシピは瀬戸内アナゴのフリット、広島レモンとドイツビールのソース添えです。はい、ありがとうございました。今回のサミットで平和への私たちの思い、未来に向けた世界の発展、こういったものを、示すことができたと思っていますが、それと合わせて、日本と日本国民のおもてなしの、心や、底力、これを、余すことなく、広く国際社会にアピールすることができた、こういったサミットでもあったと思っています。こうした
歴史的なサミットの成果を間近に目撃し、そしてこのサミットの行事にさまざまな形で関与していただき、協力していただいた皆さんに心から感謝を申し上げたいと思いますし、こうした皆さんに頑張っていただいたことは、このサミットをの主催するという立場で仕事をした私にとりましても大きな誇りでありますし、大きな喜びだと思っています。そして今3人の方からお話を聞かせていただきましたが、3人の皆さんがそれぞれ貴重な経験をされたということ、これは素晴らしいことですが、そして合わせてそこから何かを得て、将来に向けての糧として活用しよう、こういった思いを、前向きな思いを持ってくださっていること、これが何よりも嬉しいことだと思います。広島サミットは終了しました。しかし、この若い皆さんがそれぞれの立場で得られた体験や教訓、そしてそれに基づいて皆さんが持つこれからの人生における希望や目標、これはね、まさに皆さん自身のこれからの未来への物語ということになるんだと思います。いつか皆さんがこうした思いを持って世界を舞台に活躍をしてくださる、あるいは広島において広島の素晴らしさを引き続き発信してくださる、こういった取り組みを進めて頑張ってもらえばと思いますが、その際に2023年の広島サミット、G7 サミットが皆さんのそれぞれの活動の原点であったと、もし振り返ることがあったとしたならば、これは私にとりましてこの上ない喜びだと思っています。ぜひ皆さんそれぞれの立場で今回の経験を生かしてまた頑張っていただきたいと思います。本当にありがとうございました。